原有明に帰れ。萩原作太郎。僕、先月末、出京しました。東京は我が憧れの都。雪の降る夜も、青猫の屋根をはう大都会。今は工場と工場と,工場との路地の間、食工の群がっている梅園の町に住んでいます。黒い梅園とレンガの家の並んでいる ある貧乏な貧しい長屋に僕ら親子4人が悲しい生活をしていますどうにかしてパンの食える間だけは小じきをしても東京を離れたくないいつまでもこのプロレタリアの裏町に住んでいたいカラスのように神原有明は僕の崇拝する唯一の詩人 ががそれれに着眼ささたるはですすで実を言えば詩集月に吠える出版の時序文をぜひ神原有明先生に頼みたく再三書簡を持って懇願したるも返事を下さらないので遺憾ながら意を果たさなかったようなわけです各僕が神原氏の女を絶望したるは僕の詩をもって神原氏の新しき制派を辞任したからです 有明詩集中、独言愛歌あたりの作品は、実に名編であって、今読んでも涙が出るほどいい。なんというか、情緒が濃厚で、しかも神秘的であって、あたかも、ポーの恋愛助情詩のごとく、それで東洋風の好奇が強い。恋の神秘にして甘木情緒は、僕、有明によって初めて知れり。 このラブのごとく神秘的にして本質的に音楽の情緒に近いものはない。僕の月に吠える中なる二三の作品がごとき、まさにこの真因を模してこれを俗化せるものなり。各僕が神原先生を崇拝せるにかかわらず、ある人から風文するところによれば、神原氏は痛く僕に 圧巻を抱いていてるそうですしかしてその理由は、僕がかつて、神原氏の詩を悪罵したというのだそうです。これ、実に意外なことで、もちろん僕にとって、全然覚えのないことであるから、よく調べてみたところ、かつて僕が文章世界で、三木露風氏およびその一派を極端に罵倒し、当時の詩団のいわゆる象徴詩なるものを、 徹底的に排斥したしかるに後になって聞けば三木露風氏の一派は自ら神原有明の清流と称し彼らの日本象徴詩集なる書物にも日本の象徴詩の開祖は神原有明でこれを系統して発展したものが露風氏およびその一派であると書いてあります。これにによって思うに僕が露風氏らの いわゆる象徴詩を通撃したことが間接に神原氏の耳に誤伝され当時すでに死壇を退いていた神原氏にまで誤って自家のこととして返回されたのらしい風説によれば僕からの「女の依頼を見て神原氏曰く「人の芸術を悪魔しておきながらその同じ人に対して女を頼むとはずうずうしいやつもあったものだ」と言われたそうです。 はじめ神原氏が女の懇願に応じてくれなかった時多分天才にありがちの物草からと思い僕は何とも思わずにいましたが後日最近になって常術の風説を知り自らその意外に驚くとともに神原氏に対して自分の全く曲解されたことが口惜しく残念でたまらずよって この消息を近く何かの雑誌に発表しようと思っていたところであった。幸い、貴君の手紙によって各ヒントを得たから、全文あるいは概要を記事に掲載してもらえれば公人です。かかる弁明はむしろ常識ある頭脳に対して愚劣ごとに過ぎないけれども、世間には存外、バカ者が多いから念のため注意しておく。すなわち、 神原有明氏と三木露風氏とは、資格においても思想においても全然別個のものに属し、さらに相関するところなし。小説すれば、神原氏の私風はロマン的にして、しかも情緒の濃厚なる神秘的起因を特色とするのに、露風氏及びその一派のいわゆる象徴子なるものは、全然古典的、理智的にして、 何らの無限的上操もロマン的情緒も有せずむしろその正反対なる厳粛淡麗なる理知的拡張の美に長所を有するのであたかもフランス師団におけるバルナシアン象徴支派全派のことしこれに対し有明氏の詩はこの高等支派を敵として起こった情熱主義のベルレーヌやボドレールの一派すなわち フランス師団のサンボリズム、これが同時に自由詩の先駆であったことは人の知るごとしに比較される。ゆえに、外国流の証拠に従えば、神原有明氏の詩風は象徴詩であるが、ロフ氏一派の詩は正しくその反対なる高等詩派に属すべきである。しかし、日本の師団では、ロフ氏らの詩を象徴詩と称しているゆえに、 僕ののももこれを弁として用いるのみ。とより師範の将校のごときはどうでもいいので要は内容に損するのである。指針が余談にわたって失礼しました。とにかく神原有明氏は今日の師団の先駆者であって永遠に価値を有する天才です。今日の無内容な師団に向かって言いたいことは実に一語。神原有明に帰れ。 である。以下略。羅針、第五集。大正十四年四月。